からドライバーの皆さんに情報です。積雪は非常によってまちまちでしょう。お天気も寒かったりちょうどよかったりでしょう。リフト券は途中のセブンイレブンが良いでしょう。お得なリフト券をゲットしに安全運転でセブンイレブンへどうぞ。セブンイレブン、いい気分。お腹くるくる休校か。下痢によく効きます。生薬乳酸菌配合の下痢止め薬ビオフェルミン四射薬をどうぞ。この医薬品は使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。12月24日夕方5時50分からの清水系のスポーツボンバーは私清水系と阿部ちゃんの2人で韓国を直接取材。神様にだ。この目で韓国のサッカー事情を確かめていきたいと思います。アルゲスミニだ。お土産の方も期待しといてね。チェソーミニだ。阿部ちゃんは芸能界のスミだ。TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓。TBS ラジオ50時間スペシャル浅草キッドの社会の窓。今日のテーマは紅白歌合戦の出場歌手は本当に国民のニーズに合っているのか、これでいいのか紅白歌合戦。支持率はあれど本当に国民のニーズに合った政策は実行できているのか、これでいいのか小泉改革。辻元清美議員、そして伊集院光さんが登場。ラジオの前の皆さん、浅草キッドと一緒に考えようではありませんか。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓。メリークリスマス。浅草キッドの水道橋博士です。玉袋水太郎です。こんばんは、久保恵子です。いやー、というわけでございまして、博士、ズバリタイトル言ってください。はい、開局50周年特別番組、50年だよ全員集合。チャ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 カチャカチャカチャ。はい、浅草キッドの社会の窓スペシャルということで、すごい、全員集合といっても、まあ、いつもの3人です。いやでもね、この50時間のね、この貴重な時間の1時間半を任せてくれるだけ嬉しいじゃないですか。もうね、答えは全部ここで言いますからね。いいんです。いや50時間クイズですか。はいはいはい、やめてください、やめてください、やめてください。それはまあいよいよクリスマスシーズンということでね。クリスマス仕事だよ、仕事。なんかね、もうこのクリスマスが迫るだけでね、この脅迫観念っていうのはね、何かしなきゃいけないんじゃねえかと。男の方はそういいかね。我々ね、もともとね、お金持ってない時は別になんともなかった。それで恋人もいなかったから、うんうん、まあただ嫌だなっていうことだけだった。来るな来るなと思ってたから。今変だもんね、やろうと。あのね、子供はいるわ、奥さんはいるわ、成長したね。大変ですよこれ。でもね、こうやってもう、マスコミが報道を見てたら、一体いくらまで払うのが適正なのか、もう平均30万なんて、あれ嘘だよね。それは嘘ですよ。嘘だよそれは。ねえ、30万円も誰か作ってるそれ。30万女性記者がそれね、うん、どこで何か釣り上げてるよね。うん、今まで何もらいました。今までやっぱり基本はアクセサリーですよね。それが分からんちゅうの。いくらアクセサリーになってたんだよ。どうやって買いに行くんだよ。一緒に買いに行く。いいじゃん、生鮮食料品とかでも。そうそうそう、うん、いや俺ね、俺はね、もうね、クリスマスプレゼントっていうのは大体もう家電と決めてるんですよ。家電ね。家電だって女の子だって使えるし、うん、だからプレイステーションでもいいんですよ。はいはいはい、と僕 IT 電子ガマとかね、はいはい、あんなの喜ばれるし、生涯取ってもらえるじゃないですか。時計なんかあったら別れた後なので全部質屋流れですよ。そうなんだよな、男性諸子、気をつけろよ。そうそうそう、うん、また久保家がこの話は絶対できないっていうところが怪しいじゃないですか。ちょっとね、なんかあるんだよ、なんかね。まあ、今の恋人と違うね、人からもらったものとかっていうのはね、誰が買ったのって話にもなるわけじゃないですか。それなくなるものの方がいいと思いません？どうかな、やっぱ食い物でいいよ。食い物でね、うん、今あのカニタラバセットとかあるじゃないですか。あと八時セットだとかね。そう、あれは生もんだったら早く食わなきゃいけねえから。っていうか一緒に鍋も囲めるし、うん、そのままね、家でもできるっていうことは。そう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 、まあ、シティホテルなんか取るよりいいでしょう。もう俺あんなとこに集まるカップルたち憎んだね、独身時代っていうか、要するにモテない頃は。憎んだね。もう絶対バキュームカー乗りつけてね、撒、うん、き散らしてやろうと思ったもんね。この野郎っつって、ああいうね、こうプレゼント外交がね、うん、結果的にあのチリのアニータ、アニータ、あいつを産んだんですよ、5億の。でもらってももう返しませんっていうのは当たり前のように、はいはい、日本の文化はね、久々のスーパースターだけど、そうそうそう、クリスマス文化がアニータを産んだと私は断言。よくやったね、5億も、5億もね、アニータ
たは立派ですよ。立派と言っちゃいけないけど、ね、きっといいね、うん、あそこまで開き直られてね、稲川元子事務所入りって噂も入ってるからね。いや、ま、もう早くもうスカウト手挙げて、ま、そうそう、一稼ぎするかと思うと悔しくて、あいつが絶対ヌードになるだろ、あれなんか、まあ、来日するでしょ、うん、本格でしょ、本格、それでまたあのヌードヌード、そう、ヌードもあるし、日程であの噂のワイドショーの特番のやつ、デヴィ夫人と対決、ね、対決でしょ。で彼女ほら日本語喋るから、片言の水割りとかウイスキーとか、うん、そういう言葉喋るから、社長だったら、うん、会長さんできるから、これ大変ですよ。そこそこ行きますよね。これもうサンタクロースよりね、日本のキャラをもうちょっとね立ててほしいよ。生ハゲだっているんですから。生ハゲなんか12月31日に来るわけでしょ、はい、それね、いい子にしてたらプレゼントもらえるっていうのは大間違い。悪い子はいないのかっていうぐらいの思い切った子供に対してね、ガツンと言わせたいですよ僕は。ああそう、ああそれは子供はいないからだよね、うん、やっぱいいサンタクロースだから俺なんか、ね、大変だ、バレないように、うん、今おいくつですか。うちはね26かな26だ。あれなんだよ。でも大変なんだよ、トイザラスのあの袋を隠しとく、ほらトイザラスのビニール袋なんかあったら、あ、トイザラスで買ってきたんだなってバレちゃうから、それ全部隠したりよ、包装紙くるんだりさ、あと子供がね、子供だけに来たらおかしいから俺たちにも来るようにしとくんだよ。でパパとママも驚くという、そしたら、あ、なんだパパとママじゃないんだってことも、完全犯罪をね目指すよ俺は今年も。これ知らないふりしてる子供も大変ですよ。信じてるって。はい、よし、これ行こう、50時間。はい、今日はすごいよ、1時間遅れのスタートなんですけど、はいはい、今夜は RSK 岡山産業放送お休みということで、はい、さあ今夜も過激にそして楽しくお送りします。はい、さあどうぞ。はい、今夜、うん、放送で取り上げるテーマなんですけれども、はい、大晦日の国民的行事 NHK の紅白歌合戦、はい、未だに視聴率は高いんですけれども、最盛期に比べるとかなり落ち込んでいます、うんうん、原因は国民のニーズに合った出場歌手が少なくなったことにあるかもしれません。そこでこれでいいのか紅白歌合戦、はいね、この世界に入ってから俺見るようになった。紅白歌合戦はね、芸人はね、うん、絶対見とかなきゃいけない、新年になった時にこう振られる話題ですもの。ああ、これはこうだったとか。そう、だからもうね、ネタチェックするか、ツッコミがいがあればあるほどやっぱいい紅白なんでしょう、ね、子供の頃はね、うちの親父があんま好きじゃなくてね、うん、うん、裏番組をぶっ飛ばせとかね、金ちゃんジロさん見てたりしてたんだよね。俺も、うん、で俺もやっぱり、ね、泣き痛めるか、うん、頑張れ金ちゃんとか言って言った頃もありましたな、うん、あの殿が草野球やってるだけのね、大晦日がありましたよ。はい、ありましたね、どうなのか。はい、はい、2本目です。今年の4月に誕生して以来、高支持率に支えられ人気も高い小泉内閣なんですが、本当に国民にとってメリットのある政策は実行され、改革は進んでいるのでしょうか。そこでこれでいいのか小泉改革。このコーナーでは総理総理総理でおなじみの社民党の精神会長ですね、辻元清美議員とスペシャルゲスト伊集院光さんをお迎えして小泉政権について徹底討論したいと思います。また伊集院もどういう組み合わせなんでしょうね。この組み合わせがいいですねこれね、うん、辻元さんはね、うん、13.1% あの国会中継、はい、で総理総理総理で視聴率取ったんですよ。視聴率女優とかも視聴率議員って言われる。レッツゴー永田町よりも視聴率高かったんだから。そうなんです。政治ドラマのすごいんだよこれが。まあ、伊集院ね、それに対して視聴率を持たない、ただクオリティを上げることでは有名な抵抗勢力、うん、伊集院がね、どう絡んでいくのか、はい、はい、楽しみにしたいと思います。はい、番組では紅白歌合戦や小泉内閣に対する疑問質問、また辻元清美議員や伊集院さんへの質問、お電話、ファックス、E メールで募集しています。電話番号は無料でかけることができるフリーダイヤル 0120-060-954 0120-060-954。 運転中の方は必ず車を一旦止めてからおかけください。携帯 PHS からもかけることができます。そしてファックス番号 0355-6295400355-629540です。そして E メール、すべて小文字です。kid@best.tbs.co.jp です。 TBS ラジオのホームページからでも OK です。ご紹介した方の中から3名様に5000円をプレゼントします。皆様からのご意見、質問、たくさんお待ちしています。はい、まあね、クリスマスだからって言って表なんか出ないでね、家でラジオ聞いとくんですよ。そうですよね、お鍋囲みながらね。そう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 、ラジオラジオ、
はい、そしてですね、今日も素敵なプレゼントをご用意しています。 TBS ラジオ50時間スペシャル浅草キッドの社会の窓、うん、8時までです。今日はよろしくお付き合いください。行ってみろ。浅草キッドの社会の窓、紅白歌合戦について一言。フリーダイヤル 0120-060-954、 ファックス番号 03-5562-9540、 E メールでも受け付けています。いや、ベートーベン、休憩かい？仕事中だよ、邪魔しないでくれないか。僕にはコーヒーを飲んでくつろいでるようにしか見えないの。俺の作曲活動にコーヒーは欠かせないんだよ。そんなもんなの。ベートーベンさん、ご飯よ。ダダダダン。ん？ベートーベンさん。うそ。なんて、そんなやりとりがあったかどうかは知りませんが、ベートーベンが無類のコーヒー好きだったことは事実のようです。グッドアロマ、グッドイマジネーション、香り際立つスーパーアロマ製法 UCC レギュラーコーヒー。サクロン S サラリーマン劇場。飲んだ翌朝会社に行くと、おはよう、もんじゃだよ。すごかったね、もんじゃだよ。おう、もんじゃだよじゃねえか。新しいあだ名がついていた。飲みすぎてしまったあなた、いつ胸焼けに緑の胃薬サクロン S。ずっと飲めばずっと効きます。元気出していきましょう。エーザイ。TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、水道橋博士と玉袋筋太郎と久保恵子はお送りしています。時刻は6時40分です。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓スペシャル、最初の社会の窓はこちらのテーマです。はいはい。不可解な選考基準に知らない歌のオンパレード、これでいいのか紅白歌合戦。いよいよ年の瀬が近づいてきましたが、かつては一年の締めくくりといえばやはり NHK の紅白歌合戦でした。ところが近年は視聴率が低迷、もうやめたらという声も毎年のように聞こえてきます。その理由として挙げられるのが、なぜこの人がというちょっと不可解な選考基準。また紅白を見て初めて聞いたという歌も少なくありません。これでもまだ紅白歌合戦は国民的行事と言えるのでしょうか。言えるんでしょうか。言えるんでしょうか。まあ言えるには言えるんですよね。はいはいはい、下がって下がってるってもまだ高視聴率ですからね。 50% ぐらいでしょ、50切ったらちょっとやっぱやばいって話じゃないですか。それどこがやばいんだろうと思って。すごい数字だよね、まあ、トップなんか 80% あった時代があったりするわけ、すごいんだからさ。はい、今年どんな人出るんだっけ。はい、今年はですね、お二人はお手元に資料があると思うんですが、紅白、はい、各27組が出場します。このうち初出場9組、その中には、まあ、あの松浦彩ちゃんとか、ケミストリーとか、えなりかずきさんもね、いらっしゃいますね。はい、で、はい、で最多出場、白組が北島三郎さんの38回。これは僕文句ないですよ。それもちろんない。そして赤組が和田アキ子さんの25回。でも俺文句ないですよ。これ美空ひばりさんの記録抜いてほしいですよね。そして注目としては、平均年齢60歳で初出場のドリフターズ、16年ぶりにステージに復帰する森まさこさん、総勢14人になるウルフルズとリージャパンのユニット、はいはいはい、堀内孝雄さんと今年亡くなられました川島英吾さんですか、はいはいはい、そのデュエットなどが注目されていますね。このメンバーの中に不審船は紛れ込んでますか。まあ、紛れ込んでるんじゃない、どうでしょうかね。いやでもですね、どうですか博士、ざっと見て。あのさっきね、和田アキ子さんの、記録を狙ってほしいって言ったのはこの堀の回数なんですよね。堀の回数は美空ひばりさんが記録を持ってるんですけど、はいはい、現役の人がどこまでこの記録に迫られるか、まあ、紅白歌合戦って言ったらね、僕ね後半のこの回数を重ねてる人の、その何年現役で出てきた時のね風格ね、風格とオーラね、この人は芸能界で年輪積んだなっていう感じの、しかしやばいぞっていう、あのドキドキ大物感は好きですよ。なんだね、見ててドキドキしちゃうんだろうね。我々も入ったからじゃないですかね。そうだね、見てる人、普通の人はね、それないんじゃないの、どうなのかね。いやだからどうなのかっていう、そのなんでこの人がっていう部分も
まああるのはある。初出場とかその辺のところになってくるとね、えなり君がね、おいらに惚れちゃ怪我するぜ。えなり君つかみ で、ね、いきなりトップですよ。これはまたお江戸でござる、松尾彩ちゃんが先行で出てきて、その後にえなり君ですよ。お江戸でござる交番をフォローするみたいなね、なんかいろんなところもあるんじゃないですかね。だけど昔なんてワクワクして見たもんじゃないですよね。真剣勝負だと思って、いや真剣勝負ですよ。嘘、いや何真剣勝負なんですかこれ。いやそんな怖くなって、その真剣勝負やそのねシュートサインとか関係ないんですよ。いやこれは違うでしょ。いやだそれでさ仕組みからくりが分かってさこの世界に入って、でなんかねまたちょっと違ったような見方。いや違いますよこれ。何が真剣じゃないですか。じゃあ何じゃないですか。いや何かあるんじゃないですか、そういう裏がさ、まあまあまあ、いやでもね、その頃の気持ちで見たいね。そうですね、あの時に一個一個さまた点数基準点数つけながら、その統計で、いや今年は20点差で白が秀樹負けんなっつって、俺秀樹ファンだったから秀樹負けんなっつって、もうだってね対戦の組み合わせをまるで K1 を見るがのごとく、今回のマッチメイク、これとのマッチメイクはよくないちょっと待てと、はい、特に今回ね、このマッチメイクおかしいってタッグマッチが組まれてるんですよ、ね、ゆきさおり、安田陽子のね、これ2人、兄弟、翔子2人のね、これ花、歌うんですよ、対する白組ケミストリーだよ。これどういうタッグマッチなのよこれ。ユキさおり、安田姉妹対ケミストリー。安田姉妹は花っていうか、もう花歌だけでもう10年ですからね。しかも枯れてるドライフラワーですよ。だからこそ安田姉妹の代わりに加納姉妹入れろとかね、俺たち言ったんですよ。加納姉妹対ケミストリーだったらいいファイトだったけどね、これ。そうそう、いいマッチメイクだったけども、まあそういった部分もあるじゃないですか。何今回からね、何が俺は注目ってね、この川島英吾とのデュエットを、OK とするんであれば、何だっていいですよ。そうだな。いうか、なぜ今回あの南春夫さんがここのゴースト枠に入ってこないのか。ゴースト、いやいや映画のゴーストですよこれはね。そうだよな、それで共演するわけですから。ファンタジーだよ。ファンタジーですよこれ。だってあったじゃない、あのね、寅さんが亡くなった時で、渥美さんが亡くなった時ね、虹を掴む男に寅さんがふっと出て、CG で出てきたり、そういうことだよ。それと同じでしょ、川島英吾さんが出てくるっていうか、うん、そしたら今年は南春夫さんやっぱ欲しいじゃないですか、居酒屋幽霊としてはそうですよ。だったら三橋美智也さんだって欲しいですよ。三橋美智也さん欲しいですよ。あと村田先生も欲しいじゃないですか。いや、なんで英吾さんだけだったんだろうっていうね。あ、いいですね、その枠博士。その枠ありだったら、美空ひばりさんだって毎回出れるわけですよ。うん、じゃあお盆にやれよそれ。お盆でいいですよ。12月31日お盆にやれ。お盆にやれってね、ちょっとねこれどうしたら出れるのか、教えて。選考基準ですね、何なのこれ。例年ですね、まず今年の活躍、そして世論の支持、そして番組の企画と合うかどうかというのが条件だそうです。この人活躍しましたか。あえて名前は言いませんが、俺はこの人なんか活躍してるの見たことない。スラスラほらね、赤組のこの人なんて。でさらにですね、視聴者のアンケートを取るっていう感じもあるらしいですよ。でもアンケート取るって言ったってね、NHK ですごい、まあ、あとあの活躍したっていうのはさ、中島みゆきさんなんてね、あのプロジェクト X のね、あの歌なんていうのはすごい染み入るわけじゃないですか。いやそれがですね、あの中島みゆきさんとか、あと宇多田ヒカルさん、寺木舞さん、桑田佳祐さん、そして、井上陽水さんに、一応出演依頼はされたそうなんですけれども、結局辞退されてしまった。この大会には出ないと。はい、そしてスマップも今年は出場辞退ということです。これ4番バッター抜けてるよ。ねえ、そしたら小川がこっちに出るべきでしょ。小川直也。小川直也が紅白に。猪木祭り出ないんだったら。猪木祭りを辞退したんですよ。辞退したら、そう。僕らにとっては大もうショックだったんですよ。スマップの辞退と小川直也の猪木祭り辞退っていうのはもうこれ同等です。だからこれ交換してくれないんですよ。なるほど。猪木祭りの方に起用してもらえばね。しかもユーミンなんてね、永久事態宣言ですよ。何かあったんですか、 NHK と。 NHK に何があるんですか、それは。よし、俺も辞退しよう。いや呼ばれない今のうちから辞退しとこう。いやでもね、でもあの応援団でね起用されるのなんてね、お笑いにとって一種の夢なんですよ。最終的には応援団っていう必ずいるんで出てくるんだね。吉本なんて今回全社挙げて出てくるわけですよ。出てきますよ。いやだけどね、モーニング娘が出てるわけでしょ。モーニング娘ね、これ出てくるの7時半開始で、多分8時半から来る
ちょっと8時45分ぐらいかな、これ出てくる時間帯で言うとね。これチェックしてますよ、みんな。ちょっと待ってよ、なんでさ、モーニング娘。ってさ、この大晦日さ、新春のコンサートのさ、リハーサルがあったんじゃないんですか。そうそうそう。それでレコード大賞を辞退したんじゃないんですか。そうなんですよ。それなのになんでここに出てるって、あ、その時間にリハーサルが終わったんだ。あ、ギリギリのスケジュールの中だからなんだ。その代わりに松浦彩ちゃんが入ったりね、いろんなこう行政的なものを真剣勝負だ、わかった、紅白は真剣勝負、今わかった、真剣勝負ですよ、点数つけて。はい、そして今年の目玉、はいはいはい、はい、あの先ほど挙げ出したんですけれども、うん、その他の目玉企画としては、うん、ドリフの8時だよ全員集合の名物コーナー聖火隊が赤組白組の対抗形式で復活すると。いやもうこれはね、8時だよ全員集合ですから8時、ね、8時にこれをやらないとてほしいですよ ね、何間違えてるかって、司会を全部ドリフにしちゃうんで、箱で全部8時だよ全員集合したんですよ。8時から1時間を全部やって、これだけの、ま、これだけのゲストが来るドリフのね、8時だよ全員集合なかったわけだから、国語算数理科社会とか社会やったりとか、うん、体操をやらせたりとかね、いろいろあるわけですよ。完全な TBS じゃないですか。まあ TBS ワークでいいじゃないですか。いいんですよ、それで、ね、8時だよ全員集合、1時間はドリフに任せて、国語算数理科社会やりながらやれという、うんうん、これ、あ、でもメドレーもやるんでしょ、あのドリフはね、やるでしょう、やるんですよ。いや逆にそれもなしで、はい、ヒゲダンスだけですよ、ヒゲダンス、ね、紅白初のインストロメンタル、ディ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 、いいですよ、いや、いいですよ、俺、加トちゃんのあれやってほしいですね、ちょっとだけよ、 NHK でやるの、いいですね、ちょっとだけよって言ってやるんですから。はい、何何、はい、お電話いただいています。ありがとう。ですね、倉敷市の、はい、小野さんですね、今年の紅白はイカリア長介が8時ちょうどに8時だよと叫ぶシーンと、和田アキ子さん対、小林幸子さんくらいしか見どころがありませんが、近所のお二人が注目する、もしかしたらあるかもしれないという見どころがあれば教えてください。あのね、小林幸子さんもやるやらないとかっていろいろあったけど、結局また派手なやつやるんでしょ。やるんですか。やるらしいんですけど、それだったらね、秋葉原電気祭りの広告は自粛してほしいですよね。そうだな、先にあそこでやってるから目が慣れちゃってますもん。あ、逆に俺質素で出てきたらどうなんのかなと思うんだよね。それもまたいいでしょ。次回からがなくなるんじゃないかと思って本人は、このね、視聴者の期待をそろそろ裏切ってかなきゃ。だから小林幸子、ほんと普通にさ、体一つで出てくればいいんだよ。あ、むしろね、それで歌だけで勝負すればいいじゃないですか、うん、だって小林幸子さんって言ったら歌うまいでしょ。たまらない、歌だけでさビシッとやっちゃうっていうのもありじゃないの、うん、そういうのも、そうしたかったんでしょうけど、やっぱ視聴者の要請が強かったってやつですよ、うん、これはね、はい、そしてお電話もう一個いただいてます。岡山市のピン子さんです、はいはい、なんでこいつが、なんでこんな丸刈りがというような出演者の中にもいますが、丸刈りが聞いたらお二人が考える、なぜか紅白に出場する人の出場理由をご存知でしたら教えてください。これはですね、言うと非常に僕らもやばい部分もある。紅白歌合戦なぜ出場できるのかっていうのは、うん、オンエアでは言えないですよ。そんなものきついな。いやいや、オンエアで言えないっていうか、でもいいんじゃないですか、うん、それはもちろん、その、いうか権力闘争の縮図みたいな、その面白さありますよね。そう、逆にね、ここの枠はいくつ取れるとか、誰が、そういうか、演歌界からどういう風な縮図何枠入ってきたぞと、入ってきたぞとかね、うん、この事務所系列だと何枠だとか、そういう見方はね、こう、うん、ファンも熟成してくるから、うん、慣れてくるからね、だんだんね、物の見方がね、うん、通り一辺倒に見るんじゃなくてね、ジャニーズ事務所から何枠までとかあるじゃないですか。そう本当はいっぱい出れるはずなんだけども、ちょっとその応援ので駆けつけるみたいにしかできないとかね。かな、それを見ながらやったら、これね、地方の選挙を見てるように面白いんですよ。あ、ここ当確みたいなね。そうそう、うん、ここは当確ですよ、うん、旧選挙区制みたいなもんですよ、はい、そしてもう一つ、練馬区のですね、島揚げさんですね、はいはい、紅白出場歌手の応援にはお笑いの芸人の方がよく出てきてますが、はいはい、キッドのお二人が応援するとしたら誰を応援したいですか。またどんな風に応援しますか。あ、これはどうしましょう、博士。僕はね、やっぱりえなり君をこう応援したいですよね。ああ、いいですよね、うん、俺はね、中村美津子さんとかね、おう、そういう人を応援したいな。あと原田優里さんとかね。あれ、あとね、ちょっとあまり、ね、島津亜矢さんとかね、そのえ
こういう人を応援したいです、ね、それは歌手の方ですか出てるんですよ出てるんですか、まあ、当たり前です有名なですね、もう応援します僕が知らないんですね、博士知ってくださいよ、そういう方はねびっちり応援したいですね、いいんじゃないですか、いやいやそれは応援したいじゃないですか応援しなきゃね、誰を応援するんですか他に、いやファンがいるから出てきてんだよ、そうはい、もう一つご紹介しましょう、相模原市の吉田さんですね、今年もサザンとか宇多田ヒカルさんといった大物が出場辞退して残念ですが、はいはい、歌手の中でも出場するメリットがなくなってきてると思いますが、いやメリットはでもあると思うよ、やっぱね NHK に出るってことはさ、もう北は北海道からね南は九州尖閣諸島まで全てこう網羅してるわけですから電波がね、そういうところにこう1回出れば営業にずっと回れるわけですよ1年間、演歌系の人はね、特にそう絶対そうでしょ、紅白歌合戦に出るためにやってるっていうのね、でもねやっぱこの間もね博士なんか話したんですね、大阪でねあの県別で行けってね、そう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 出身県別でやれって、あのね甲子園方式っていうのはどうだって、そう予選やって、夏ぐらいから予選始めてさ、ほんで大晦日にガーンといろんな歌手がさ47都道府県代表が揃う、そう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 、そうするとね香川とかいないんですよ、いないの香川とかね、あと金沢とかね、そうすると、もう歌手がですねそこにあの住民票として移したりして、そっから出てるんじゃないかと、あとやっぱあのちょっとしたワイドショー枠とか作ってほしいですよね、いわゆるこうデヴィ夫人がお祭りマンボウ歌うとかね、あれやっぱ見たいじゃないですか、あの特殊映像の翼をくださいっていうのはね、我々これだけ言ってるわけですから、見してね、欲しいなとか思いますけど、ね、でも俺たちは大晦日やっぱり猪木軍対 K-1 ですよ、はい、今じゃないですか、絶対そっちですよ、TBS を私は12月31日は必ず見ます、見ます、こっちじゃないといけません、視聴率52を目指します、52%取るよ、そうですか、猪木軍がね、はい、どちらがね、勝つんでしょうかね、はい、ということで本日最初の社会の窓はこれでいいのか、紅白歌合戦でした、はい、TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓これでいいのか、生放送あなたは新しい中田英寿を見た、新天地パルマで大きく進化した中田を、あなたはキクサスを見た、それはカラープリンターの新基準、美しすぎる早すぎる決定カラープリンター、キクサスキャノン、中山美穂、うまいビールを飲む、冬の味覚の王者といえばこの松葉ガニ、このぎっしり詰まった真っ白な身を一気に、幸せ、飲んで食って笑おう、キリン一番搾り生、浅草キッドの社会の窓、水道橋博士と友袋筋太郎と久保恵子はお送りしています。浅草キッドの社会の窓スペシャル、この時間は東芝 UCC がお送りしました。ラジオ954浅草キッドの社会の窓スペシャル、時刻は間もなく6時57分です。さてここでプレゼントのお知らせです、今日は今まで市場に出回ることのなかった幻のみかん、福岡芝生完熟みかん5キロを3名様にプレゼントします。幻だからね、幻のみかん、見た目スイカなんだよね違います、すごいなこれ、でもこれ見た目はね普通のみかんなんですが、どう違う、この中身がね、そうなんです、福岡県が産地の有名な温州みかんの中でも気候風土に恵まれて特に美味しいと評判の高いのがこの芝生みかんなんですけれどもね、芝生園
はい、芝尾完熟みかんなんですけども、はい、芝尾園地にある10軒ほどのみかん専業農家が手塩にかけて育てたまさに手作りみかん、うん、収穫量が限られているということなんですね。だからなかなか手に入らない。レア物みかんですよ、うん、みかんもこんなねブランド物になってきたんですね、うん、俺みかんの皮きれいに剥けないって。まあそんなことはいいんだ、うん、ちょっと食べて。メールアドレスは kid@best.tbs.co.jp です。発表来週のこの時間にお伝えしたいと思います。いやでも、ね、福岡でしょ、うん、でみかん食べてみるとね明太子の味がないよ。ないです。なんかスイカの形してたり、ね、古く懐かしいみかんだね。ほら昔食べてたみかん、なんか最近ねみかんね、うん、俺もあんまり食べないからさ、うん、今食べたら新鮮だねこれ。うまいねこれ。でもねみかん食べながらこうおこたに入って猪木対決を見るっていうのがもう大晦日の日本人のね、うん、風物詩じゃないですか。風物詩よ。だけどね、うん、怖いよ。探せんじゃないですよ、うん、甘いですか。甘い。甘いのこれが。みかんみたいだもん味が。みかんです。温州みかんです。あ、これ温州みかんって幻だからね、うん、はい、どしどしご応募ください。お待ちしております。川場スキー場オープン。お得な宿泊パック、泊まって滑って7000円から。豊富な雪はパウダースノー、しかも立体駐車場からゲレンデ直行。川場スキー場は関越道沼田インターから25分。詳しくは川場村観光協会 0278-52-3412 へ。前橋発愛情家族経由お嬢さん行き、ひな人形に愛と願いを込めて前橋駅前長い人形。ポイントアップキャンペーン実施中。今ならポイントカードで 10%、13%、15% お得。ビックカメラ。セブンイレブン、いい気分。スキーの人もボーダーもスキーリフト券はセブンイレブン。セブンイレブンが7時をお知らせします。浅草キッドの社会の窓、これでいいのか。生放送浅草キッドの社会の窓スペシャル、この時間は UCC がお送りします。見出し丸出しランキング。さて時刻は7時になりました、はい、TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓スペシャル、ね、このコーナーでは浅草キッドのお二人が先週発売した週刊誌や新聞の中から気になった記事を紹介する見出し丸出しランキングのコーナーですが、うん、今日はスペシャルウィークということで特別企画、うん、キッドが選んだ今年の男泣きベスト10を発表します。男泣きっつのがねこのベスト10なんですけど、まあ、ブームになったんだね、うんうん、あのスパで恒例になってますね、はい、あの2001年ジャンル別裏ベスト10っていうので、裏ベスト10ってこれね毎回面白いんですよ、はいはい、これで我々も恒例でベスト10を発表するんですが、うん、これが男泣き事件簿ベスト10ということで選びました。プロジェクト X なんていうねあの番組見てるとさ、なんか一生懸命頑張った人が最後の最後にこうガッと泣いてくるね、はいはい、あそこにこう見てる人もこう共感するわけじゃないですか、うん、でもそこに負けた人もいるだろう。負けて本当に泣いてる人がいるだろうと、ベータの側がいるだろうと。そうなんだよ、 VHS ねの成功の物語で泣いてるけどベータで負けた人の涙はどこへ行くんだ。プロジェクト WX があるはずなんだよ ね、 なるほどね。俺たちはそっち派なのよ。でそこに注目してベスト10のランキングを作りましたので、はい、うん、はい、で今日はですね、はい、スペシャルということで番外編11位から発表します。さあそれではいきましょうか。はい、キッドが選んだ今年の男泣きベスト10第11位です。おいらに惚れちゃ怪我するぜのえなりに惚れて怪我したぜ、伊集院光るナイアガラの涙。あら、伊集院さんですか。これはね、伊集院光るわね。ごめん、次の CM 後じゃなかった。いや、辻本さんのところでいいから、うん、いいから、呼んでない。いや、欠席裁判でここはやろうっていうことなんで、いや、できたら座りたいな、そこ空いてるから座りたいな、できれば座りたいな。しょうがねえな、もう出たがりだね、君は本当に。ごめんね、
すいません、あの椅子を2つ用意してなかったんですけど、さっき勢いに行っちゃっただけだから、こっちの低いタイプのタレントだから、全然裏表もない感じだから、すぐこう時間またぎとか出たがる人なんですか。いやとにかくね、これ第11位に入って、もういきなりランクインしてますけども、ランクインすごい迷惑でね、最新情報なんだけど、あの佐藤珠緒さんと、この間踊る様御殿ご一緒させていただいたんですよ。君とね、えなりが争ってる佐藤珠緒さんね、はい、要するに僕が佐藤珠緒さんのこと大好きなのに、佐藤さんがえなり君のこと大好きだから僕がえなり君に嫌がらせしてるみたいな、そういう記事が今出てるというか、まあそういう正確な報道があるんだ。いやだからちょっとあの報道元言ってくれる、報道元言ってくれる。僕はもちろん東京スポーツ、東京スポーツでしょ、はい、でそれ読んで笑って終わるはずなのを、何度もほじくり返してるラジオ番組あるよね。あるよね。あるところは、ね、第4弾まで出てるんですよ。いやだからね、それなんですけど、それで佐藤珠緒ちゃんと共演した、はい、佐藤さんが、あの前に、あの佐藤さんはこんなクソデブのこと何とも思ってないって言ってたよみたいな話あったじゃないですか。あったあったあった。あれもどうもあなたたち作ってるでしょ。いやそれはもうラジオですから、面白い話に変えていかなきゃ。いやで佐藤さんと目合わせられなかったんですよ。あ、なんだかんだ言って俺のことをクソデブって思ってるのかなと思ってそしたらなんかあれ、そんなこと言ってませんみたいなこと言ってましたよ。涙ぐんで。いや涙ぐまない。本人が、いやそのね、面白がってるらしいですね。だって東スポにはね、伊集院の場合は妬み以外の何者でもありませんからね。おい東スポに書かれてから本人みっともないと思ったんでしょう、はい、パタッと口をつぐんじゃいましたよ。とラジオ関係者、また言った。誰だ。それは僕たちだからラジオ関係者、タレントって書かないで、うまく関係してることは嘘じゃねえみたいな。いやだけどさ、これはまあちょっとしたね、かなりの俺だから、別にここではシャレでバンバン、シャレでいいんですよ、シャレでもちろんシャレでいいんですよ、シャレでいいんですよ、だからいつも道歩いてて、おばあさんとかとすれ違う時に、私のえなりをなんてことするのって言われるんじゃねえかと思って、ドキ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 してた、いつも。まあね、来年からはもう伊集院さん、この売名行為やめてください。やってないってところ、正確に伝わってるかな、伝わってるかな、それ。いやですね、いろいろですね、こちらのリスナーの方からもいっぱい来てて、伊集院さんの問題、えなりさんの戦いはどうなりましたかということで、スカイウォーカー、春日さんとか、ね、たくさんの方から問い合わせが来てますけども。戦ってないんだよ。だから、このタイトル通り、まあ、ナイアガラの涙っていうのは本当にね、これ何にもなかったところにこういう騒ぎになってちょっと泣いてるなってことでしょ、やっぱり。僕だ、珍しく援護射撃。いや、やっぱそういうことですよ、それぐらいしてあげようか。いや、それ言っちゃうとそれまた違うことになっちゃうでしょ、なんかおかしいのよ、これは。なんか全然戦ってないのにも関わらずレフェリーがなんかね、そう偏ってた。まだ夜電話してきて、また取り上げるから。してないでしょ、下みたいになってるじゃん。じゃあ取り上げればいいでしょ。お願いだから取り上げてみたいな、またに解明みたいになってるでしょ、これ。次の、もう行こうかな。はい、そうですね、行かないと。はい、引き続き伊集院さんにお願いいたします。お願いします。それでは、第10位です。吉田照美と尾又アナ、不倫は文化放送。これも男泣きだったね。はい、これはね、ラジオ界で大きなニュースでしたね。他局の話でございますが、ルマンの名コンビ、夫婦漫才って言われてましたけど、まさに夫婦だったというような。これ逆にね、聞きたいけども、女性と一緒にラジオをね、と、まあ、2人でやってると、そういう関係で目指、なんか出てくるんじゃないの。これ基本的に女性アシスタントがついたのはこっち来て、おはら。いやいや、伊集院の場合はね、全部お手つきってことで有名ですからね。そうなんですか。やめてくれる。しかもね、逆に大原に食われたっていう大食いだから。あのね、大原とは絶対無理だね。そうだな。例えばなんか万が一あって、大原と結婚して、子供を残すことになります、離乳食を5キロ食うね。そうなったらね、あいつはもう超大食いだから。さっき見ててもね、あのチョコエッグの、あの出てくる動物あるじゃん、あれを食おうとしてたから。そんなあれは食べちゃダメって言ってるから、ね、あのカプセルをアーモンドだと思ってキュッとしてるからね、青いだろって言ってるんですけどね。1.5 キロ食ってますから、チョコ。さあ、じゃあ行きましょうか。はい、第9位です。はい、第9位です。タイガーマスク、選挙で大仁田に20年越しの逆転負け。これ参院選でしたんですけど、大仁田が当選して、タイガーマスクもね、佐山悟も立候補しながら、10連合で落ちて、昔は 20% を超える視聴率を持ってた男ですよ。だってプロレス詳しくない俺が、あのタイガーマスクのレーザーディスプレイ持ってる、楽しめるか。それはすごいって。当時同じ階級で、ジュニアの階級で、全日本プロレスのチャンピオンだったのは大仁田なんですよ。そう。で、大仁田はね、足怪我してひっそり引退して、そ
それからもう20年経ったら逆転しちゃったからね、立場が最逆転だ、チャンピオン最逆転だよ、引退スターっていう関係があってまた最逆転に、人生を感じさせましたね、これはね。すごい、まあ佐山さんもね、もちろん今頑張ってるんですけどね、でも、はい、お兄さんの公約いろいろあったじゃないですか。あったあったあったプロレスに絡めた公約もあったでしょ。長谷博士とそうやる電流爆破、爆破マッチやる、これはどうなったの。これやいや一応ね、でも、うん、アフガンには行きましたからね。うわ、行ったんですよ、行ったんですよ、今ね、だからもう長谷博士のやつもやるでしょ、電流マッチね、望んでんのファンはやっぱり、いや、それはね、国会議事堂の裏の駐車場でやるって言ったから、あの地雷マッチだけはやめてくれって言ってんのよ、うん、国際的な地雷ゼロキャンペーンやってんだから、増やしてどうすんだから、味だから、男泣きだったな。はい、それでは続きまして、第8位です。売上伝票も燃やしていた炎の宗教大国税局に男泣き、これは男泣きでしょう、いやね、僕だんだんだってあの白いコックさんの帽子の中に何が入ってるんだろうってあそこに伝票詰めてたんですよ、伝票まで入ってる感じするもんね、夜中に、中華鍋でもやりそうですね、おーって言ったんだ、それは我々知ってましたからね本当にあのサッチーどころじゃなかったですからね、あそうね、だからまあね、人生いろいろだね、これはね、うん、男泣きだよ。続いていきましょうか、はい、続きまして第7位です。岡田ミリ発言に神田敏郎が身も心も PTSD これね、あの酒井正樹さんの元奥さんがね、はいはい、ほら町明のところに送られてくるいろんなもうたくさんの大量の牡蠣100キロとかね、生牡蠣100キロだとか、ちょっと多くしてるでしょ、いやでしょ、いや100キロじゃないでしょ、巨大なスイカだとかね、巨大な2年分だとか、スイカ2年分だからなんで年数ちょっとずつ増やしてんのそれも。いやその中で、あの神田川の鍋セットっていうの、神田川敏郎さん、フグチリセット、あれが送られてきて困るんですと、困るんですはないだろうと、そんなね、ある意味だしだもんね、ある意味だしだもんね、神田川先生こそ PTSD だと抜け毛が増えたと、そういうことになってるんだね、もう男泣きでしたね、はい、続きまして第6位です。伊藤秀明、キノコを食って路上で大泣き、大騒ぎ、これは陰陽師ですから、陰陽師のね、宿ったね、宿ってね、マジックマッシュルームをね、っていうかなんか変なキノコ食べちゃったからね、あれね、間違えて、キノコってね、分かんないで素人食べちゃうんですって、最近色が増えてるからね、山に入ってあの紅天狗だけど、なんか美味しそうに見えんだ色は、エリンギなんか最近出てきたからさああいうね、新しいやつやろ、色みたいな話になって食べたんだな、あれ新しいね、キノコ出てますからね、出てるから、たまたま笑いだけだったっていうね、昔なかったって言って、で笑いだけで大泣きっていうね、キノコのイメージダウンしたと、はい、雪国舞いたけど社長も男泣きしたということで多分関係ないと思ってるでしょうけどね、さあ行きましょう、はい、続きまして第5位です。秋分前田、稼ぎ時の夏にポリープ悪化で男泣き、これはね、飯島直子さんとの離婚っていうのがあって、まあ、人泣きしてたところへですね、この慰謝料はこの夏のボーナス一括払い夏のボーナス稼ぎ時だよ、ですよね、一番来るところですからね、そこで払うんだろうと、一括払いするんだろうと思ってたら、前田さんがポリープができちゃって、稼ぎ時で稼げなかったと、海の家が開かなかったんだから今年、一番行くとこじゃないですか、大変だよこれ、レーカーワイルドブルー横浜とかね、東京マリンとかね、夏の風物詩がどんどん消えていくということで、それをさ聞くとさ、今度テレ朝かなんかのさ、あのオリンピック、冬季オリンピックさ、この人やんだよね、あのあ中継かなんか、なるほど、ということは夏稼げなかった分を冬に休日返上みたいなことになってるわけ、ああそうだよ、今頃なんかハワイってゴルフやってるね時期だからね、夏追っかけてる時期ですからね、寒いとこ苦手だからさ、だからあえて脂肪つけてんだ今、あそうか、脂肪つけてるよ今、うん、はい、続きまして第4位です。千と千尋ヒットの中、鈴木亜美がリアル神隠しちょっと待って博士、男泣きじゃないじゃないのこれ、いや芸能界に神隠しが存在してて、これ不安がね泣いたということで、うん、メディアの中でこれ取り上げる我々も珍しいんですが、アディオスアミーゴって言いながら消えてったと、神隠しですよね、こんなの、あんだけねメディアに出てた人がいなくなったということでね、紅白に出たっておかしくないぐらいの活躍だったわけでしょ、うん、それが全盛期なんて言ったらね、そうなんです、今ね僕あのトレーディングカードとかいろいろ集めてるんですけど、鈴木亜美トレーディングカードはね値動きがすごかった、あ
やっぱり一番最初大人気で安定高値だったのが、うん、これちょっとこれ在庫抱えることなんじゃねえかっていうので下がったのが、うん、今度レアになるんじゃねえかってまた上がったりしててだよね、うん、今かなり小豆相場か鈴木亜美の取れ方って今ちょうど、あと BS 富士とかの、はい、あのチャートだと1位にいるんですけど、はい、なぜか他のチャートには出てこないっていうね、こう芸能界も二重化してきますよね、うん、なるほどなるほどね、うん、そして、はい、横山ノックさんも神隠しにあったまま全く見なかったというね、あのね神隠しじゃないんじゃないかな、あれは違う、あれは違うのところで言ったような気がするな、なんかな、はい、続きまして第3位です。松野林場の整形コンビに沢田中原も呆れ泣きということでございまして、お二人とも出ていただきましたね、はい、この番組にはすぐに出て人間おかしいでしょ、まあ、沢田彩子さんの元旦那の松野さん、うん、そして林場直子なんですよね、中原名人っていうね、愛人がいたらどっちが愛人がよくわからない、ね、確実にもう消えてるはずですよ、芸能界とかこういう世界から。そうですね、かなりのね、だけど、うん、なぜこのねしつこくこびりついてるか、うん、僕らはね、これ癒し系ならぬ、さらし系と呼んでんですよ。人生を晒していくという、うん、腹くくると出れるもんですね、さらし系、うん、そうそう、これここに葉月リオのあたりが来年カムバックと、カムバックだね、ここにも来れると、さらし系で来るぞと。でもさらし系っていいですよね、なんか観光祭に決めればまだ入れんじゃん、そういう終着駅を迎える我々いますからね、受け皿が。昔はそういう人を朝日芸能人って呼んでたんだよ、朝日芸能になんか記事を書かれるような人たちっていうのは要するにもう、あ、一線じゃないなという、なるほどなるほど、浅草キッドが活躍する限りセーフティーガードがありますよと、大丈夫ですよと、さらし系の人たちのメディアもありますよ、ね、公言するとゲスト来にくいでしょ、みんなそうですここにさらされるみたいな話になりますから、楽屋の話でしょ、はい、さあ続きまして第2位です。キム・ジョンナム、東京ディズニーランドに行けないままの強制退去に男泣き、こういうと見られる男ですね、はいはいはい、これは今年あった事件で、はい、すぐに強制退去させたっていうのはね、うん、意外な気もしましたし、うん、なんでだろうと思いましたよ ね、あのと見られる男はこれね、何のために来たかっていうとね、僕はエレクトリカル軍事パレードをやろうとしたんだと思うんですよ、ね、あれに電飾をつけてきた、うん、そうそう、それを研究のために来てたと、はいはいはい、というネタを考えたんですけど、はい、どこでも発表できなかったの、うん、なるほど、なんでここで発表してくれてるっていうのはね、俺どこでも発表できなかったネタこれあるんだよな、お、なんですか、行ってみっか、うん、次の日に、うん、これまさにこのニュースのあった次の日に、うん、番組の企画で東京ディズニーランド行ったの、うん、そしたら運転手さんが、うん、たまたまニュースの中で言ったら、うん、俺乗っけたんだよって話したの。だけどその時は何もそんなね、東京ディズニーランドに行くとかでもなく、いきなりそういうことがあっただけのニュースの時だから、そんなおじさんさ、あの顔の人って結構いそうじゃないですか、と見られる、と見られる男と見られる男もいそうじゃないですか、ちょっとした南信介顔ですからね、だからおっさん調子乗ってんじゃないのかなと思ったら、次の日に今度その東京ディズニーランド行く予定だったし、何度か来てるかもしれないって言われたじゃないですか、そうだよな、ハロウィンさんを見つかると、まあ、本当なのかもしんねえっていうのも、ね、すっごいタイムリーだった、多分ね、でももう一回来ると思うんですよ、うん、今度はディズニーシーに潜水艦で現れるんじゃないかそういう説も我々は、ないです、そんなことは、ないです、ね、はい、そして注目の第1位の発表です。小泉孝太郎人気の陰で21世紀の石原裕次郎が男泣き。ああ、そういえばいましたね。今いましたね。すいません。21世紀の石原裕次郎ってまだ言うよね、みんなね。まだまだ言う。これ、芸名はもうついてるわけよ、当然。徳重聡っていう、ね。徳重くん。そっちピンとこないもんね、まだね。いやもうね。ちなみに、小泉孝太郎くんは、うん、このオーディションに受けて落っこってんだよね。そうね。うん、落ちてて、今、うん、立場逆転みたいなね。うん、モームスにおける、あの子に、モームスオーディションで。平家一応。一応状態。がトップでグランプリで、それに落ちたやつを集めてみようみたいなことだったわけでしょ、そうよそうよ、そういう状態ですよね、これね、そういう状態、いやこれだからね、さ、賞金1億円じゃない、うん、あれがもうだってね、噂によって退職金じゃないかなんてね、いきなりそんなことを言うね、やからもいるの、だからありませんけど、やからがいるね、そういうやからがいるんだよね、やからがいるって言い方したら間違ってない、間違ってない、いるのはいるのはいる、平成の大貫さんとかも呼んでる人も呼んでるやからも中にはやからもいるんでしょ、ね、多分ね、俺の感じは背が低い、俺は背が低い、俺は出身みたいな、あんなネーミングがないだろうと思うんだけど、頑張ってほしいの、小泉ね、孝太郎君が今ね、発泡酒のコマーシャル出てね、爆笑問題出てるじゃないか、だからこそね、俺は徳重君と浅草キッドが今組んで、そ
そうそうそう、抵抗勢力して立ち上がろうじゃないかと。それを我々俗に太陽族と呼ぼうと。ねえ、ビジャー有力ということで、ね、そう、まあ名付けてるんですけど、立場的には石浜雄太郎は石浜雄太郎はね、あの人時々あれも入っていいんじゃない、ちょっと頑張んないと、頑張んないと。石浜の場合短いその20世紀の可能性あるじゃないですか。20世紀の最後の可能性ありますから。昭和の芸能界だから、昭和ですからね。スカッパーとかでよく見るんですけどね。はい、ということでキッドが選んだ男泣きベスト10の第1位は、小泉孝太郎人気の陰で21世紀の石原裕次郎が 男泣きでした、うん、この後は社民党政審会長辻元清美議員と引き続いて伊集院光さんにもお願いしたいと思います。これでいいのか小泉改革をお送りします。浅草キッドの社会の窓、小泉内閣をどう思いますか。フリーダイヤル 0120-060-954、 ファックス番号 03-5562-9540、 E メールでも受け付けています。ジャズ、ブルース、レゲエ、新しい音楽が生まれた場所は決まって南の方である。確かに人は熱いと理性より感性が働くようだ。そういえばコーヒーの名産地も決まって南の方である。コーヒーの香りも人の感性を刺激するというが、とすると偉いのは暑さなのか香りなのか。グッドアロマ、グッドイマジネーション、香り際立つスーパーアロマ製法 UCC レギュラーコーヒー、やっぱり香りだろうな。汗を流して覚えたことは一生忘れない。懐かしくて新しい、キリンクラシックラガー。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、水道橋博士と友袋筋太郎と久保恵子はお送りしています。さて時刻は7時19分です。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓スペシャル、本日2本目のテーマはこちらです。構造改革は正規だらけ、これでいいのか小泉改革。空前の高支持率を得て今年の新語・流行語大賞にも輝いた小泉総理、しかし正規なき構造改革、恐れず、ひるまず、とらわれずのスローガンは抵抗勢力の反撃もあってかなりぐらつき気味の模様です。特殊法人などの整理合理化計画では、商店の道路4公団については一括民営化こそ決まったものの、道路計画の見直し、民営化の事業形態については事実上の先送り。また成田空港、関西空港の民営化、政府系金融機関の在り方については議論は仕切り直しとなっています。小泉改革のもう一つの柱、医療制度改革に関しても、総理が三方一両損とする内容に財政の帳尻合わせなどの批判が絶えません。今日は社民党辻元清美政審会長に、小泉改革の本当のところに総理総理総理と詰め寄っていただきましょう。はい、というわけでございまして、今夜のスペシャルゲストをまずはご紹介したいと思います、はい、改めてご紹介します。日曜日の秘密基地、深夜のバカ力でおなじみの伊集院光さんです。こっちからですか、ちょっと、はい、荒川さん、はい、タレント議員候補ですか、なんでさ、虎視眈々と一回も言ったことないでしょ、これ出馬宣言、いつかの、いや、だから、そうね、じゃあ、もうそういうことで、じゃあ、それでお願いします。そしてもう一方、社民党の辻元清美議員です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、はい、まずは、はい、いきますか。はい、プロフィールをご紹介させていただきます。辻元清美議員は奈良県生まれの41歳です。早稲田大学教育学部を卒業されたんですが、在学中に民間国際交流団体ピースボートを設立されました。96年に社民党土井議員委員長に口説かれてですね、衆議院議員選挙に出馬、初当選、さらに昨年再選されました。現在は衆議院予算委員、社会民主党政策審議会長を務めです、はい、そして今年の5月予算委員会で
総理総理総理とね連呼したのは有名ですけれども、うん、はい、はい、小泉総理に迫り集団的自衛権の行使についての総理の考え方を問いただしましたが、その時の瞬間視聴率 13.1% と国会中継史上に残る高視聴率を記録しました。持ってるよ、俺たちより持ってるからね。そうそうそう、もちろん、ね、ちなみにね、我々の番組朝日ジャーナルにも、深夜に出ていただいたんですけれども、その時も番組史上最高視聴率を取りました。本当に、持ってんですよ数字を、もう伊集院と大違いですよ。そうなんですよ、もうマイナス 2% ぐらい持つから、マイナス 2% 瞬間下げてきますから。もう一人携帯成長率みたいな、そうなんですよ。もう一人のゲストのいいんですか、紹介は。あ、伊集院、あ、この人のプロフィール紹介しました。プロフィールしてもらえますか。プロフィール、それだけで。プロフィールがないみたいな。すいません、手元に。あ、そういうわけまして。あ、以上で、以上で大丈夫です。はい、今年はね、ワイド小内閣とか言われながらも、政治の季節を到来しましたよね、ついにね。そうですよね。でもこの小泉内閣が、あの支持率もすごいんですけれども、ね、大人気で、まあ国民としてはね、こう、世の中良くなったのかどうかっていうと、景気は悪くなってるわけだから、どうなのかなと言いつつ、100点満点で一体何点だと、まあ、いろんなところで言われますけれども、まずじゃあ伊集院さん、なんで100点俺から振るなって、これは後じゃないですか。後でしょ、後でしょ、さっき言って大体何点くらいですか、これ伊集院さんがつけると。僕ね、単純だから一番最初にあれだけみんなが政治のことを言うようになったんなら100点でいいと思ったんですよ。ただ怖いのは、100点の怖いのはマイナス100点になる可能性があるっていうブームと一緒だから、小泉さんに失望すると全員初めて政治に興味持った時にそれがダメってなった時にはマイナス100点に変わる可能性っていうのをいつも持ってるから、それが逆に怖い。60点ぐらいだと興味ないままだから、そのまま60点なんだけど、ある一瞬でそうなるっていう可能性を持ってるっていうのが僕思うところです。失望がでかいかもね。 森総理の時にはね、最初から失望してるから、そうです、上がりも下がりも少ないのよ。で、一回リバウンドと一緒なんですよ。一気に痩せるってことは一気に太る可能性をいつも持ってるっていうことだから、下手くリバウンド内閣勘弁していただきたいね。体に悪いし、大内さんの時なんかもね、最初低かったけど、じりじりあの人の場合は上がったって感じだったね。さあ、じゃあ辻元さんが、まあね、小泉内閣を採点すると100点満点で何点なのかと。私は30点ぐらいやな、低い、低いですね。国会の中にいるとブームだけじゃなくって、何をするかとか、それから姿勢とかに関わってくるじゃないですか。だから私は30点ぐらい。何を根拠にそれだけマイナスするんですか。まあ、一つは外交政策がやっぱり、不毛だったっていうか、むしろ小泉さんになってから、失点が多いんじゃないかと思ってます。でそれが一つでしょ、それからあの経済政策も小泉さんはあの民営化路線とか打ち出してるけれども、あれはまあかつてイギリスでサッチャーがやって、まあ、はっきり言ったら失敗したような路線なんですよね。だから、ちょうど20年ぐらい前にサッチャー・レーガンがやった政策を今の日本に当てはめようとしてる、でかつその時はインフレだったんだけど、今はデフレ状態で当てはめようとしてるから、あの非常に危ない。で1年ぐらい前にさ、IT 革命とか IT って言ってなかった、もう言うたら誰でも IT 言うたらええんかみたいな、予算取る時も IT 言うたら予算が取れるみたいな、ところがアメリカでも IT バブルは弾けて、まあ、IT 業界非常に苦しくなってるでしょ。だからなんか危ういのね。だからそこのところは私はやっぱりあのちょっと政策自体に疑問持ってる。で雇用対策にしても、今失業率高くなってきてるでしょ。高いよ、高くなってきてるでしょ、でどういうふうに対策を打っていくかっていうことは、もうあのいろいろワークシェアリングとか新しいお互いに仕事を分け合うとかっていうことが出てきてるんだけれども、なかなかこれがあの後手後手に回ってるし、で雇用対策する言うてんねんけど、なんか青木建設とか潰れた時には、ねえ、なんか構造改革が成功してる証拠じゃないとかって言うんだけども、路頭に迷うね。もう大変やで、この年末年始失業したことがある我々としてはね、やっぱ失業者っていうのはこれ大変ですよ、これ分かんないもん、ね。でもこれ痛みを伴うの、痛みの一つですよっていうことを言ったんですけど、当事者にはそれが痛みだって言われたら痛すぎる、痛すぎる、たまらないですよね。その後どうなるかっていうことを示さなきゃいけないし、で例えばそのワークシェアリングっていうことを言うにしても、本当の意味での構造改革っていうのは、社会保障とか、いろんなことがこう変わってくる。で小泉さんが言ってるのはやっぱり古いタイプの、
あの構造改革やと私は思うんですよ。そのサッチャリズム的な何でも民営化して規制緩和したら良くなるっていうのは散々言い倒して、イギリスなんかでももうサッチャーそれでダメになっちゃって、でフォークランド紛争とか戦争するんですよ。そういう時は必ずね、すごく国家主義的なあのところに注意を引こうとする、この手法もよく、ね、似てる。だからその後に出てきた、発想としては、まあ、あのそういうやり方じゃなくって、うん、コミュニティを大事にするとか地方分権をするとか、小泉さんも言うてはるけど、うん、内容が伴ってなくって、地方分権するんやったら金も地方に渡さんかいと、それせやろ、金を渡すところはまだやってへんっていう、制度を変えてないから。なんか俺はもっと単純なところで、その30点は前の内閣より高いの低いの、前の内閣と同等程度かな。変わってないんだ。変わらないですね。だって支持率だけは高いと。あね、うん、構造改革ね、ようやく始まったところじゃないですか。でこれが最後までいけば未来がね、開けるんだと、うん、まあ飛んでるかもしれないけど、絶対にこれが始まって最後まで完遂すれば良くなるんだっていう確信を持ちたいから、これだけの支持率じゃないですか、うん、でもね、その時に構造改革ってどういうことをイメージしてる？いやだから痛みを伴うっていう意味では、そういうまあ倒産なんかももちろんあるんだけれども、うん、ありながらもいわゆる、特殊法人とかああいうものを整理していくんだと思ってますよ、うん、それだけ言ってることは、スローガンはやってくれるんだろうと思ってますよ。ようやくスタートライン立ったよっていうのが今じゃないですか。ところがね、下半身が変わってへんね。この顔の化粧は変えはったけれども、うんうん、ずっぽりやっぱり自民党っていう岩盤の中に小泉さん見てはる、うんうん、例えば特殊法人の問題かって、うん、あの道路公団の問題あるでしょ、うんうん、本市華僑、うん、3本も橋作ってな、うんうん、あんなん初めから赤字になるって思うやん、うんうん、立派な橋作って、うんうん、1,2 回行きたいけどやな、ナルトの渦は見たいかなと思うけど、高いし行かへんし、うん、地元の人は船乗ってるやろ、うん、でかつ四国の人に聞いたらやね、あの橋ができたから、うん、経済にとってマイナスって言ってる。マイナス、それは要するに四国の人ね、うん、買い物ちょっと大阪行こうか神戸行こうかえて、うん、橋で行っちゃうわけ、近くなったらね、うん、かつ地元の商店街がさぶれていくやろ、うん、それから四国に遊びに来た人もあの橋ができたから日帰りで帰っちゃうから、ね、うん、ストロー現象って言ってツーってストローで吸うように持っていかれてしまうって言ってブツブツ言ってるわけ、うん、あらそう。であの橋は誰が作ったんや、なんでできたんや、そこが問題やと思う、うん、日本は広島から通ってる橋は宮沢大橋とか言われてて、うん、有力政治家のところからできて、うん、で一本はあの原健三郎って言って、うん、ほら90いくつまで、はいはいはい、あの俺は橋かけて俺を男にしてくれとかなんか言って、うん、なんか土下座する、うん、そうそう、男にしてくれってお前女かって私よく言うてたよな、うん、そんなん言うねやったらな、であの人らがなんでじゃああんな橋作ったか言ったら、結局よく言われる政官業の癒着で、うん、地元に利権誘導して政治献金をもらって企業から、うん、それで選挙の時にはゼネコンなんかを中心にどっぷり、要するに票と人を動員かけて、うん、でかつそういうところに建設、旧建設省とかの人たちが天下っていくとかやってたわけやんか、うんうん、でほんまのその構造改革、特殊法人の問題だと同じで、うん、ほんまの構造改革やろうと思ったらまずやらなあかんことは天下りの規制と、うん、それからもう一つは企業から政治献金もらうのを政党はやめると、うん、じゃないとなんぼ民営化しても銀行家ってやる民営化やろ、うん、私企業やん銀行って、うん、でなんであんな不良債権たまっとったんかいと同じで、うん、結局旧大蔵省の人たちが天下りで銀行の役員とか行ってて、うん、これで金融業界から政治献金を自民党とかもろてて、うん、だって町銀とかさ、この永田町ではあれは宮沢銀行だとかさ各派閥とこうつながってる銀行があったりして、うん、政治献金とかもらってたわけやんか、うん、で結局銀行も私企業やけどあんなんでずっと不良債権隠してきたやろ、うん、そうなってくるとその民営化してもやな、うん、結局政治献金もろたり天下りしたりする、うん、その根本を断ち切らないと、うん、小手先の改革をしても変われへんと思うね、うん、そこでですねちょっと、うん、あの厳しいというか鋭いお電話いただいてます、はい、浦和市の金谷さんからです。金谷、悪いことをしなくても政治にはお金がかかるとガッツ石松さんも言っていましたが、うん、辻元さんの政治資金は助成金以外ではどのように捻出しているのでしょう、うん、私は企業献金はもらってない、だから個人のカンパです。カンパ
だから結局1000円とか3000円とか、うん、そういう少額のを中心にしたそういう個人献金みたいなのを集めてる。あと自分の歳費、この間もちょっと説明してたけど、結構家ねボロボロの家に住んでるんだけれども、うん、会社ね、はい、自分のボーナスとかもつぎ込んでるし、で私はどれだけお金をかけずに政治ができるかっていうことにチャレンジしたいと思って入ったから、できるだけ切り詰めてる。ただ この間からね、小泉さんになってから発表されたあの政治献金のでいくと、うん、自民党なんかもう前以上に企業献金もろてるわけや、うん、ほんだらでリストラで苦しい企業がいっぱいあんのに、そんなとこからお前ら、うん、政治献金もらうなよって思えへん、うんうん、まあね、普通は思いますね、思うやろ、うん、だからそこはね小泉さんに質疑しても、うん、もらいますって言うわけよ、うん、したら結局金をもらうから今まで政官業の癒着で、うん、その政治献金を返してね、うん、そこに利権誘導してきたっていう構造があるわけだから、はいはいはい、そこを断ち切らない限り、さっき言ったみたいにこの元を立たなきゃ、うん、私はあの口だけになってしまうっていうふうに思うんですね。なんか最初にね、小泉さんっていうのは俺たちみたいに政治知識がない方にしてみると、小泉さんってすごい人で、うん、その人が全部何でもやってくれて、痛いかもしれないけど大丈夫だって言われた時に、でもう一回味方になっちゃってるとこあるわけですよ、その、うん、あの情報で、はい、でその後に何だろう、今は小泉さんは、うん、それ100はできないけれども、普通の人のできないことを5なり10なりやってる人なのか、100できてないのかっていうのは俺ら分かんないの。あれ言うだけだったのか、もしくは下手すればそのさっきの過激な意見ではもっとひどくなってるのか、それはどうなんですか。普通の人じゃできないことを10だけはやってるのか、それとも全くやってないのか、もっといや悪いのか。なんかこうマジックみたいな感じで、マジック、うん、手品っていうか、うん、例えば30兆円の国債発行の枠守る言ってるけど、はいはい、結局第二次補正いうのをまた組む言ってて、うん、それは別の NTT の売却益っていうので捻出しようとしてるわけよ、うん、でこれは結局国債返すお金に使うものをさっき取り崩して使うわけ、うんうん、だからよくあるやん、いろいろなんかほらあちこちのキャッチングするやん、はいはい、ね、つまみまくりますよね、つまみまくるやろ、はい、だから銀行からは、大きな銀行からは借りひんけど、あちこちキャッチングしてきてやな、うん、それで借金返したりしてるけど借りてへんって言うてんのに等しいわけよ。なるほど、だから消費が30万に抑えるっていうのはおやつは別みたいな話ですよね。だからそれやったらごまかすなって言うてるわけや、ええ格好言うなよって。ほんならやな、こっちのキャッチングから借りてきてこっち返したりしてんのやな、うん、ごまかして、これ隠れ借金っていうわけよ、はいはい、結局今まではそういうことをやってごまかしてきたと同じなんだよね。じゃあ俺が今までこう金融会社にやったことは小泉と一緒だったんだな。だからね、いや小泉さん面白い人やね、うん、面白い人でオペラも行くしってあるんだけれども、うん、私はあの人が付き合ってるお友達を見たらわかると思う。友達、うん、だって経済政策とか特殊法人改革で誰と相談してるか言ったら、自民党のあの青木幹雄さんっていう、うんうん、あの参議院幹事長やろ。これはあれですよね、うん、あの小泉人気のねマジックっていうので、うん、まあ、今週の週刊現代に例え話をしてましたけど、はい、なぜ人気があるのかっていうの、全然暮らしぶりはね全然日本良くなってないのに、なぜこれだけ高い支持率があるのかのマジックに、そのアップさんとか関与してるっていう風に言ってましたよね。結局、うん、私はプロレスを例えに挙げて、うん、プロレス、小泉劇場じゃないけどプロレスとよく似ていて、うん、あの悪役とかいないと面白くない。ヒールとベビーフェイスが言ってる。そう、うん、それである程度、うん、こう戦ってるいうか、うん、こう個性の強い登場人物とかが来てこう悪役を演じないと視聴率は下がるやろ。面白いな。それはまさにそうな、うんうん、でテレビ見ててもあんなんちょっとやらせちゃうのとか思っても見てしまうと、うんうんうん、よく似ていて、この抵抗勢力っていうのは、うんうん、適度にやっぱり抵抗しないと小泉政権の支持率は下がっていく可能性があるから、うん、それはなんかよくわかる。だから、うん、抵抗勢力がいるから小泉を応援したくなる気持ちがあるもん、うん、そう、うん、だから抵抗勢力っていうのはそれよくわかってるわけよ。だから私はある自民党の抵抗勢力の中心人物にこの間言うたんや、おあんたらわかってるやろと、小泉政権の支持率下がったら自民党の支持率も下がるから、うん、抵抗するときはな、こうちょっとこの辺でやろうかとかやってんねやろ言ったら、うん、あよくわかりますねとか言うわけ。おで私はそれの演出をしてるのが参議院の青木幹雄参議院幹事長やと思うわけ、うん、で工業主だと、工業主だと思うよ。あの人したたかやもん。だから
この間だって特殊法人の時も手打ち式しはったわけや、うん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 、小泉さんの顔も立てて道路族の身も取るということで、はいはい、道路は作り続けられるように、はいはい、償還期限中の30年じゃなくて50年延ばす、はいはい、だから結局実態は変われへんけど、うん、一応小泉さんのさっきの30兆円の話とよく似ていて、うんうん、パッと見たらなんかこう変わったかなって思う。その時も赤坂プリンスホテルで、うん、結局青木さんと森元総理と、うん、で別室には野中、元幹事長と、古賀誠と、前幹事長。そうなってくるとあのかつてほら4人組っていたやんか、はいはいはい、メンツが一緒なんだよね、はいはいはい、あれでケースデーで逮捕された村上さんがそこに加わってないだけでだからお友達が昔の談合政治と一緒だと、うん、だからそのお友達で大体そのいつも話をつけるっていう。でもう一つのお友達グループが、うん、あの小泉さんと中曽根元総理と、うん、それから石原慎太郎都知事、うん、この3人が、まあ、国家主義的というか超タカ派やな3人ともね、うん、で、はい、私小泉さんってタカ派じゃないと思ってたんだよね、うん、だから甘いってみんなに言われたんだけど、あの人はやっぱり今の官房長官の、うん、福田さんのお父さんの、うん、福田元総理のところから福田派っていうのはすごく高派で、うん、であのほら、青嵐会というのを作って血盤上でですね、はい、中川さんやったあれの流れでしょ、うんええうん、だから、まあ、非常にまあ高派的、うんうん、だから私はその2つのに代表されるような人たちとよく会ってるんですよね、うん、で中曽根さんも別に悪い人やないけどもう古いやろ、うん、はっきり言ってところがその21世紀の国家ビジョンをなんか出すとかいうね、うん、戦略会議に中曽根さんとかに頼ってやってるわけ。あそんなんちょっと古いでってちょっとちゃうでって感じ、うん、まだ口出しする銅像みたいなね、うんうん、なんかむちゃくちゃこき下ろしてるようだけれども私たち近くで見てるから、うん、別に小泉さんに個人的恨みもないし仲が良かった議員の一人なんですよ、うん、小泉さんと、うん、今でも話するしな、うん、お互いに、うん、話すけど腹の中ではっていうことですか、うん、それは仕事はやっぱり議員としてはきちっと分析しなくっちゃと思って、はい、うん、今日はその小泉さんにねゲストで来ていただいております。もし小泉が来るなら俺の席がないですよ。おかしいですよ。いやさっきさ小泉孝太郎さんの話出てたけど、まあ、あの人爽やけどな、私はちょっとそんなんねコマーシャルに出してる場合かと思ってるわけ。孝太郎までに噛みつくとなぜかって言ったら、やっぱりアメリカとかヨーロッパでは考えられないよね現職の大統領の、例えばクリントンのチェルシーとかいたけれども、一企業のコマーシャルに出すっていうのは、あのこれはちょっと非常識と思われるパブリックな立場だからね。いくら個人って言ってもだから大体控えられるよね。でも思ったより売り上げが伸びなかったっていう部分でね、支持率はね。だから巷のなんていうの、うん、おばちゃんとかに聞いたらもう不況で苦しいのにな、うん、なんかもう息子をチャラチャラコマーシャルに出してとかうちのおかんとかは言うわけよ。それですね、やっぱりそういう感情ってあるやん。人に痛みをっていう時は、まず自分が痛みをこれだけちゃんとねってやっぱやんなくちゃ ね。なんかわかんないけどそのプロレスも政治も詳しくないからわかんないんだけど、そこはわかんないんだけど、だけどある程度のプロレスっていうかある程度の相手にもうまみを持たせて進まないと多分誰もできないと思うんですよ。ガチガチで誰なんだろう。ガチガチでいきなりガチンコで、いやあいつぶん殴ってやりゃいいんだよっていうことじゃ多分ある程度相手の技を受け切ってね、しかも劇場化してるっていうことプロレス化してるっていうことで、お客さんがそれだけ集まってるっていうことはある程度監視してるわけじゃないですか、何にも興味がないっていうところで進む政治よりは、断然これ興味深く監視しながらみんなが見守る中で彼らは戦うっていうところが見えた。目の超えたお客さんも出てくるから、それ今のプロレスが進化したのと一緒だよね。なんかそれは、それはそういう意見で私はいいと思うの、ただ私の立場は野党の立場でしょ、でよくねこの日本の民主主義とかいう時に、考えるのはよく反対反対ばっかり言う野党はけしからんっていう人がいる、はいはい、いますね。そしたらね、誰が反対すんねんっていう要するに政権とか与党のチェックをするのが野党の役割だから、それは徹底的に矛盾をついていかないと、そういう勢力がなくなったら、まあなんていうの、仲良しクラブになってしまって、それこそ暴走していってしまう、体制抑散的になるから、だからやっぱりきちっと私たちは今言ったような意見をぶつけていくわけよ。でそこが逆に野党を反対しなきゃいけないっていうと、そこが旧プロレス的な反対する役目っていうのに従って言わなきゃならない、逆にそれも
出てくるわけでしょ、うん、本来だったらば私が与党側にいたら賛成かもしれないけど、野党でいるからには反対しなきゃならないっていう方の義務感はないんですよ、うん、あのね、こうなんていうのかな、国会の中にいるとそれぞれ物事を決めていくときになし崩しに決められていくっていう危機感があるね、あんまり議論せずに、うん、してるようでしてへんっていう、うん、だからやっぱりここは問題があると思ったら私のとこの政党なんかごつ小さな政党なんだけど、はっきり外に向かって問題だよっていうことを言わなきゃいけないというようには強く思うよね。で我慢、まあ、してもいいからっていうのをしちゃうと何も言わなかったことになるし、そういうことは一票もなかったってことになっちゃうっていう怖さ、うん、それと同時に、うん、やっぱりあいいことをしたときはいいですねっていうことは言う、うん、例えばかつて外交なんかでも、うん、小渕さんがね、うん、もう亡くなられたけれども、あの人は対人地雷の全面禁止条約、うんうん、アメリカは反対してたんだけれども、うん、日本はやるって言って決めて、うん、カナダにサインしに行ったわけ、外務大臣の時に、うん、でこれはすごく立派だと思ったから、うん、これは大口さんに協力しようと思って、うん、このいろいろ NGO で地雷の活動をしてる人たちを紹介したりしてたのね、うん、でそういうことはもちろんやるし、うん、与党の人と一緒に自然エネルギーを促進するような法案を作ろうとか、うん、そういうことはやってるんですよ、うん、ただやっぱりきちっと矛盾点をついていくっていうことを、うん、やるっていうことは非常に大きな役割だと、うんうんうん、それはでもやらせじゃないのね、うん、さっきの抵抗勢力との間のは、うん、もっとわかりやすい、ちょっとなんかちょっとね、うん、役割分担っぽくで、うん、やってるかなって。だから鳩山さんとかは野党第一党の党首なんだけど、うん、そのなんだかですね、うん、政権担当能力を示したいとか言って、うん、なんか与党と同じようなプロレスで言ったらバーって土俵に登ってないのに、うん、周りでこのなんていうの、手ぬぐいとかバーッタオルとか振って俺も入れてくれみたいな感じで言ってるように、ストロングマシンの若松見えるのね。ごめんごめん、両方詳しくないと分からなくなるんだけど、でもね、抵抗勢力とこの中の、うん、まあ、自民党のね、首相と抵抗勢力っていうのはプロレスっていう感じわかるけれど、うん、例えば田中真紀子と外務省なんていうと、うん、あれガチガチじゃなくてガチガチのガチコファイトでしょ、あれはプライドっぽいね、うんうんうん、感じがするんですけどね。から私は田中真紀子さんには、うん、機密費の問題あるでしょ、うん、あれが原点だったはずなので、元々はね、うんうんうん、そこを追及するっていうことで送り込まれたし、それを最終的にはやってくれと思ったよね、やってくれってみんな思ってるわけですよね、思ってるでしょ、うん、でただ官邸の上納問題っていうのがあって、上納、うん、要するに官邸に外務省の金をまあ横流ししてたっていうね、うんうんうん、でそんなことしたらもう日本の財政はむちゃくちゃになっちゃうでしょ、うん、こっちの省庁でお金予算つけといてあっちこっちにこうね自分たちで勝手にするのは法律で禁止されてるんだけど、うん、意味ないですもんね、予算編成の、そうそう、だからそれが一番のネックなんだけど、それについてまあ白旗あげちゃったっていうところが非常にまあ残念、まあ官邸そのものがもうそこの機密費はうちのところまで使われたら困るから、うん、もうここまでしといてくれっていうのを丸め込まれたようなところがありますよね、うん、だからそれは非常に残念で、うん、やっぱり上納があるっていうことは、うん、塩爺なんかも忘れましたとか言うてるけれども、うん、発言してたわけだから、うん、そこははっきりしてほしいですよね、うん、でところが機密費のことについてはもうあんまり言わなくなった、うん、カットするっていうけど疑惑解明みたいなことは言わなくなっちゃったでしょ、うん、だからかなり福田官房長官なんかに圧力かけられてるんじゃないかなって私は思う。これがちょっと中途半端だったよね、もっといけもっといけもっと出るだろうと思ったもんね。だしそれ出したかったらもっとみんなが今田中美子さん孤立無縁じゃないですか、うん、そこはつっついて仲間にしてやった方が得なんじゃないんですか。だから、ま、機密費の時は随分と、うん、田中さん頑張れと、うん、もっとやってくれと、うん、いうことで私たちも期待してたんだけれども、うん、翌日になったら言うことが変わるとか、うん、コロコロあったので、うん、ちょっと私は落胆の方が大きい。まあ真紀子さん自体も首相が応援してくれなくなったっていうことは言ってますけどね、うん、この問題に関してはね、うん、だから私はやっぱりまあ議員なので、うん、今お聞きになってる皆さんも口だけベラベラ言いやがってって思ってる人がいるかもしれない、うん、でも今きちっとやっぱり問題点を指摘する人ってみんな小泉さんの支持率が高いからビビって言わへんわけ、うん、なんかそれ ごまかせんのちゃうのとかね、うん、っていうのはそういうことを言ったらわーってクレームが来たりするから、うん、みんな野党の側も言わんようになってんねんね、うんうん、だからこの間のテロ特措法っていう法律だってすごく私問題点が多いと思うし、うんうん、難民支援なんか自衛隊が行ったってできっこないのにあたかもできるような
口ぶりで、うん、あの政府はごまかしてきたと思うのね。うでそういう問題点をきちっとつこうと思って、これはもう徹底対決でいったの、うん、そうするとやっぱり支持率が高い小泉をいじめるなモードの意見が来るのね。でもさ、みんなそうなってね、なんか支持率高いから言うとおもねってね、その支持率のおこぼれをもらおうとかさ、そういう風になっちゃったら、政治っていうのはやっぱり違うと思うんだね。これでもさっき聞いてると、あ、八方塞がりですって言われてる感じするんですよ、うん、なんか僕らは小泉さんがやってくれるって思っちゃったから、一応乗っかっちゃったら乗っかっちゃってるから、そうするとそれが出て、あ、八方塞がりなのかっていう感じするんですけど、何がどうやったら、ごめんなさい、子供みたいに質問でございます。会場預けてるのに、ね、80% の人が応援してるものを全然ダメって言われたら、他の人のこのやり方っていうか、この人に乗っかっていけばいいっていうのを教えてくれないと。そうですよ、だってブームになった後って本当に草一本生えないと、我々の業界ではブームになった後きついから、この後全く投票率とかも下がりますよ、こういうのがもし、もしダメだったとかになったら。11郎じゃなくね、つぶやきしろにそれを例えて、あれだけ支持されたつぶやきしろが、はい、今家にいますよ、全然ダメって言ってるんじゃなくて、今までと変わってへんと、うん、森さんがやったりとか、ね、オブさんがやったりしてるけど、化粧を変えてるだけであんまり変わってへんから、うん、過剰な期待をして過剰な失望されても困るし、でももう過剰な期待はしてるでしょ、しこの後の失望はなんだかっくりでしょ、すっぴん見ちゃったみたいな話になっちゃう。日本を変え、どういうふうに変えてほしいのかってイメージがあるのかどうかで、よくあるのは永田町を見ていて小泉さんに変わったけど、周りの登場人物はみんな一緒やろ、うんうん、お芝居でも何してても、うんうん、その業界でも考えたらさ、一、うん、人なんかちょっとあの変わった人が出てきて、うん、周りがみんな一緒と、会社でもそうね、うんうん、でだからそんなに過剰に期待せずにいた方がいいと思うことと、そしたら政治を変えていくのは、私はいつも言ってるんだけど、永田町だけのあのことだけを見てても変われへんと思うね、うん、そうなってくると今回やっぱりあの確かに小泉さんが出てきて政治に関心持つ人が増えたので、それをきっかけにどうやってじゃあ変えていくことができるのかと思った時に、もう一歩関心を深める、うん、そしたら自分の住んでる町の市議会とかがね、うん、結局その地方自治体が永田町を支えてる、うん、そういう利権の構造もビシッと市会議員とか県会議員とかが、要するに国会議員の選挙の時に動き回って利権誘導してきてもろて、そのマシンのように働いてきた構造があるわけやから、自分の町の市議会とか県議会がどうなってるのか、どういう議員が一体地方自治を決めてるのかとか、もう一歩ね、あの私は関心を深めていくことで、なんていうのかな、パーッといきなり熱くなったり変わるんじゃないかとか。知ってる？どこに住んでんの？僕は荒川区。荒川区の議員知ってるか？わかりません。せやろ、はい、議会行ったことないやろ、議員出ますけどね。あ、で自分で出て帰るっていうのもいいと思う。一回も行ったから、その一回も。だからね、まずね、自分の足元の議会に一回行ってみるといいと思う、でどんな人が出てるかって、そういうことをもう一歩進んでやることが結構そのブームに乗りにくくなるし、で私はもう一つやっぱり政権交代はした方がいいんじゃないかとか、政界再編はした方がいいんじゃないかと思ってんのね、っていうのは今までの自民党っていう、ほらとか何党とかって言ってずっと同じメンツやって言ったけど、考え方がそれぞれね、似てる議員は他の党にもいるわけですよ、だからやっぱりもう一回組み替えが、だからもうそれがよく言われる、もう政界再編ね、解散後あるっていうことに対してその希望を聞きたいわけですよ。そうそうそう、それどういうふうに現れるのか、例えばこんなね、あのマッコさんこれだけ人気あるんだから、同じ女性としてこう組んでいこうとか気持ちがあるとかってあれば、をそこに乗っかっていこうとはあるんだけども、批判だけってなってくると、なんだよ、もう全然もう政治関心持っちゃダメなんだってことになっちゃいますからね。あのね、私は例えば、議員で言えば、あの大橋巨泉さんとかね、中村敦夫さんとか、結構一緒にあの公共事業をチェックする会っていうのをやっていて、これ本当に私たちは全く利権と関係ないから、あのもろにチェックできるわけな、でそういう人とか、あとあの田中康夫知事とか、三重の北川知事とか、まあ外で言えばね、異業種の人が多いですね、もうそうなるともう、それで、とか、あと無所属だったら川田悦子さんって、川田龍平君のお母さんとかも厚生行政で頑張っていたりして、だからどちらかというと、そのまあ市民派的というか、よく長良川の稼働、あ違う、長良川、あの吉野川の稼働関の反対住民運動とか住民投票とか広がったでしょ、ああいうような流れの
もう感性を持ってる人たちと連携をしたいと思うの、うん、そこんだけ化け物ぞろいの中で、うん、そういう人たちが一気にバッて入ってきました、うん、例えば僕ら若手がバラエティやったら変わるよなとかって言いながら、うん、全員がゴールデンタイムで番組持ちました、うん、大抵申し上げますね、うん、やり方が分かんないんだもん、なんか本当にすごい あれは地味だったけれども結構きちんとした回しだったんだなみたいに結局、ね、何度もびっくりしてきたよね俺らね、ルックルックこんにちはみたいなもんだよね、もあるんですよ、うん、ただこれから連立政権やろ、うん、政権取るって言ったら、うん、だからよりマシな連立政権をどういうふうに組むかっていうことだから、うん、自分たちだけでそれで政権を運営できる時代じゃない、自民党だってこのままいったって、うん、まあ、ほとんど一生一党では取れないじゃないですか、うん、そういう時代になってきたので組み合わせ、例えばヨーロッパなんかで緑の党っていうのは今連立政権に小さいけど入ってるわけ、うん、それで環境の問題はこれとこれだけは絶対やらせるので、うん、ドイツなんかでももう原発をやめようとか、うん、自然エネルギーにしようっていうことを政策実現したから、うん、そういうそういう形でやっぱり組み替えをしていくしかないのかなって私は思う。なかなかね、与党にいなかったらメインイベントで戦ってるって感じがしないのかもしれないですね、野党側だとね、うん、まあ足を引っ張っていていいけど試合をこう足を引っ張ってるような気がするんですよ。ただね、与党に入ったら必ず足を引っ張られる立場に行くのよ、うん、それが与党なんだ、うん、っていうのは権力を持ってるわけよ。例えばそこで多数で税金をめちゃくちゃ高くするとかさ、徴兵制を引くのを多数決でって言ったら行っちゃうわけだから、それだけの権力を持ってるから、これをきっちり足を引っ張ってチェックする存在っていうのはもっと大事なわけや。だから私は与党に行ったら前与党やってたけどな、当選してすぐ与党だったんだけど、その時は足引っ張られてすごく批判を受けた、だからその批判に耐える政策を出そうとするでしょ、だから批判をする人がいるっていうことは政策を磨くっていう意味でもプラスなんです。そこはちょっとわかるんだけど、青臭い理想論みたいのはなんかちょっと違うんだよな。なんか俺が想像したのはこういうふうに抵抗勢力みたいな人がいっぱい来たら小泉さんは仲間集まれバーンって分かれて、でいてこの周りの俺とやろうやってやつドーンってくっついて、でなんか過半数になっちゃったりすんのかなみたいな。なるほどね、まあ、夢やろ、それ夢持ってる。だから小泉さんは結構高い生きていただいてですね、高い人をじっくり宣言を次回移住して、はい、これ NHI のファイルの中だと思ったらこれ新しいご質問、いや、またじゃあ来てください。はい、どうも、はい、お願いします。はい、社会の窓、今日の2本目は、社会民主党精神会長の辻元清美議員と伊集院光さんをお迎えしてお送りいたしました。おかしいでしょ、おかしいでしょ、これおかしい、生だから。TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、これでいいのか、生放送。オフの日、ケニア、中田秀俊の胸にはイクシデジタルがあった。ヒデが撮る、ヒデと見る、あなたにつながる中田 .net オフィシャル、デジタルカメラの新形態キヤノンイクシデジタル、ニューモデル誕生。中山美穂、うまいビールを飲む。冬の味覚の王者といえばこの松葉ガニ、このぎっしり詰まった真っ白な身を一気に、幸せ。飲んで食って笑おう、キリン一番搾り生。TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、水道橋博士と玉袋筋太郎と久保恵子はお送りしています。それを私らしく伝えたい。自分のカラーを発信しよう。今度はカラーイメールができるニューモデルも新登場、キヤノンカラーファックスフォン。嬉しい。リビングのソファーを窓に向け、深く腰掛けながらゆったりとコーヒーを飲む、そんな日曜の昼下がり、私の好きな時間である。目を閉じながら日の光を浴びると、まぶたがオレンジ色のブラウン感になる。そしてそこに何かが映るのをのんびりと待つのである。
いい香りはいい夢を連れてくる。グッドアロマ、グッドイマジネーション、香り際立つスーパーアロマ製法 UCC レギュラーコーヒー。ふと考えた、夢がクリアに見えたら心地いいだろうか。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、これでいいのか。生放送浅草キッドの社会の窓スペシャル、この時間は UCC がお送りしました。時刻は7時56分です。 TBS ラジオ浅草キッドの社会の窓、そろそろお別れのお時間です。いやー、はい、ここで5000円当選者の方3名の発表です。はい、栃木県太田勝さん、おめでとうございます。東京都伊藤はじめさん、神奈川県吉田美佐子さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして先週のプレゼント梅干し、はい、埼玉県の小池勝子さん、千葉県山根さなえさん、はい、そして東京都の佐藤育さんです。おめでとうございます。はい、さて来週なんですけれどもね、あの最後の放送なんですね。ですから題してこれでいいのか、2001年永田町ということで、今年の政治をキーワードで振り返りながら今年の政治を決算します。そしてこれでいいのか2001年芸能界ということで、梨本勝さんをお迎えしてここまで話しても大丈夫というくらいまで徹底討論したいと思います。なるほど、いよいよ最後ですからね。はい、ね、来週ね、はい、でもねこの50時間の、まあスタートですからね、まだまだこれからあるわけですから。はいはい、ありまして、伊集院君まだね夜があるらしいですからね。あ、そうなんですか。うん、いやまだあるんでしょ。あ、今日はない、今日はない、今日はない、ね、50時間まだ先の方。あなた50時間ずっとやるわけじゃないでしょ。やるわけじゃない、やってほしいですよ。いや、やってもいいんじゃないの。そしたらスッとちょっと痩せたりしてね。はい、というわけでございまして、はい、いかがでしたか。いやいや、まだね、あのこっからね政治の話はね続くところだったんですよ、ね、そう、辻元さんね、うん、入り口ですよ、入り口なんですよ、うん、で小沢一郎さんとかとじゃあ連絡取ってるんですかって言ったら今取ってますよっていうようなことでね、うん、そういうところがまたプロレス的に言うと僕らとしてはね、おお、このマット界の展開どうなるんだっていう違うところを見ていくんですけどね。なかなか、そして伊集院がそこにどう絡んでいくのか、はい、見逃せませんね、ここは。立候補ですかね。立候補、その気になってきましたからね。もう何にもないよ。聞いてましたからね。カバンも何もないよ。ないですよ。地盤もないですけど、体重だけあるのはね。ですからね。さあ、そういうわけでクリスマス、はい、どう過ごしましょうか。我々はね、富士急ハイランドに行きますから。営業ですよ。ぜひとも来てください。久保家は、私はお休みです。何もないです。ないですか。わ、はい、かりました。お相手は浅草キッドの水戸橋博士と田中慎太郎と久保恵子でした。はい、さようなら。